Stop it. Get some help. 収録始まるまでずっと考えてたんですけど、はい、西川さんって何元素なんですかね。西川さんってだって風は絶対まとってそうだし、はい、でも氷とかもまとってる時ありますし、そうですね、勝手な僕 の、 あの曲のイメージで言ってますけど、よくなんか SNS でなんかあの太陽と風で 松岡修造さんと僕が並べられたみたいなことよくあったりとかします。風と太陽みたいな。そうそうそう。でも風は絶対もう年中まとってるイメージありますもん。でもね、本当にあの当初その、まあ、アーティストとして、まあ、ソロで活動し始めて、はい、最初の5年ぐらい一生懸命吹かしてたんですよ。そんなことない。じゃあ本当にもうにじみ出る多分オーラみたいなのがある。それ以降は意外とあれこう歌唱の邪魔になるんですよ。そうなんですよ。年がら年次増えてると。めっちゃ学生の頃かっけーって言いながら。そうなんですよ。だからちょっとね、控えめにし始めたんですけど、やっぱ当初の印象が強かったんですね。いやでもやっぱそのやっぱ光のオーラみたいなものやっぱ常々感じてるんで。いやいや、ありがとうございます。だから何の幻想、全部の幻想持ってそうな方だなと思って。いやいや、そうですね。まあ、地元滋賀県琵琶湖ありますから水の方も、水、そうですよね、はい、水風、水、はい、ハイプレッシャーでおなじみの、そうですね、それあたりはやっぱり使っていきたいなっていうところですけどね。すごい複合した元素のキャラクターをね、ぜひあの西川さんモデルで実装していただけたらと思いますけどもね。